世界気象機関、地域特別気象中数、地域特別気象中数は、世界気象監視計画の一環として、世界気象機関の会合にて合意を得て指定された、気象機関の総称であり、WMO の特定のプログラムに関連した、気象注意報、警報等の気象情報を作成、収集、配信する任務を委託されている。その機能によって、 地域特化型 RSMC と活動特化型 RSMC の二つに対別される。名称については、地域特別気象センターや地区特別気象センターの和訳も見られるほか、英語圏でも、米、リージョナルスペシャライズドミティラロジクルセンター、A、リージョナルスペシャライズドミティラロジクルセンターと、米英の言語の差による表記の揺れが散見される。 2012年現在、世界に25カ所ある地域特化型の地域特別気象中数は各地区内で以下の役割を担っている。世界気象中数と国家気象中数の間で気象資料の形式を調整したり、需要に応じて全地球的な気象データを提供したりする。管轄地区内を対象に12時間から48時間、先の気象状況を分析。 予測したデータを提供する。戦争や災害等により、地区内の国家気象中枢が緊急事態に陥った際、災や壊滅的な状態あるいは業務遂行不能の状況にある場合、当外国の気象業務を援助して、国連の人道的なミッションを支援する。他の地域特別気象中枢と協調して、適切な気象業務を遂行する。2012年現在、 活動特化型 RSMC は熱帯低気圧プログラム及び環境緊急対応プログラムにおいてその役割を担っている。以下の6つの地域特別気象センターのほかに熱帯低気圧の命名及び警報、注意報を発表する地域的な熱帯低気圧警報センターが6つある。主要な海域主な熱帯低気圧の形成海域と各海域の担当機関関連上。 熱帯低気圧の発生する領域は以下の7つに区分される。前回域の中で最も熱帯低気圧の活動が活発なのは太平洋西部で最も活発でないのは北インド洋である。世界中で年間平均86個のトロピカルストーム級の熱帯低気圧が発生し、うち47個はハリケーン、台風雲級に成長し、さらにそのうち20個は インテンストロピカルサイクロン級にまで発達する。熱帯低気圧警報センター南半球には、上実の気象センターを保管する6つの主要な熱帯、低気圧警報センターがある。国境を横断するような大規模な環境災害が発生した場合に備えて、大気の輸送、沈着、分散を、モデル化し、運用、配信する8つの気象センターがある。この他、 ドイツのオフフェンバッハに通信ネットワークのゲートウェイを置き、1万1原子力災害等が発生した場合、迅速に情報交換ができるように、国際原子力機関と WMO を24時間リアルタイムで接続している。ありがとうございます。